金子、それから美佐子、両氏から記念のトロフィーが贈られました。金子重治選手がちょっと今見えました。こちら側が青コーナーのファイティング原田、現在はゴングの前の静けさ、期待と不安とを持ってここに詰めかけたでやりましょう。日本のボクシングファン、今リングアナウンサーから花束贈呈ということをアナウンスされております。画面の左の方がチャンピオンのエデル・ジョフレ、それから右側が青コーナー原田であります。この番組は名古屋の東海テレビをキーステーションにいたしまして、北は北海道、南は九州、沖縄まで民間放送28局のネットワークでお送りしております。今ジョフレのカッチャネルソンマネージャー、それから原田の笹崎マネージャー、グローブを共に寄り分けました。これから両選手にグローブの取り付けが行われます。まあ、試合開始の前にですね、石川さんに早速その見どころを伺いたいわけですけれども、大方の予想ではですね、はい、原田選手のラッシュ戦法がですね、はい、あまり早く行き過ぎると危ないということをよく言われております。はは、石川さんのお考えはいかがですか。まあ、その第1ラウンドの推移というのは非常に興味ありますね。第1ラウンドが大事ですか。そうです。それでやはりですね、このラウンドに原田はラッシュを一度か二度かけると思いますがね。ああ、そうですか。それでしかしその、まあ、佐々木会長もですね、今度は15ラウンドフルに戦うように持っていくと。それでその原田の手綱を締めるのにですね、むしろ締める方に困ると、離せば飛んでいくからですね。なるほど、そう言っておりますかね。ああ、そうですか。今ジョフレ選手がブラジルのラジオにインタビューを受けました。リング上はこの試合のプロモーターを務めております東海テレビ事業の高橋会長の挨拶が行われております。八百板さん、はいはい、八百板さんおやりになってですね、はい、まあ、追い詰めていってもロープ際でジョフレが反撃するときにですね、八百板さんご自身がその動けなくなっちゃうということをおっしゃいましたけどね。そうですね、私、まあ、4年前なんですけどね、はあはあ、今から比べるとやはり、スタミナの点、それからスピードの点は衰えておりますけど、それに加えてこのテクニックというのはインファイトのテクニックですね、はあはあ、これが非常にうまくなっているということです、はあはあ、相手を引きつけてそのレフトアッパー、ライトのショートストレートなんか打つのはやはりうまいんじゃないかなと思っております。私ブラジルで やはりやった時ですね、相手のレフトを殺すことばかし考えておりまして、まあ、それをやったんですけど、やはり7回に捕まりまして、どうしても身動きができなくなりまして、惨敗したわけでございます。そうですか。それを二の舞を原田君が今回食わないようにと僕は思っている次第でございます。はあはい、そう、足を止めると、瞬間にもうやられますからね。なるほどね。その足を止めないこと、それで左が強いですから左左と回ると、しかしそればかりやってますとですね、ジョフレもちゃんとそれ見抜いてですね、そこを待ち構えて打ちますからね、やはり右へも回ると。そうですね、左へばっかり回ってますとね、いきなりライトのね、フックをその
ボディへ来るんですよね、ちょうど脇腹へ当たりますから、それでもって左へ回せなくなして、今度は、レフトの得意なアッパーを打ち込んでくるというのが手なんですね。ああそうですか、やはり全般僕1回2回というのはジョフレというのはね、非常に相手をよく見て攻めてくるんじゃないかなと思うんです、攻めるというより守る方が正しいんじゃないですかね。ああ、はい、非常にあのディフェンスが硬いようですね。硬いですね。それとあの一昨年のですね、青木選手との試合ですけれども、あの時もその1回2回は軽く相手を見ながらですね、青木選手の攻撃を実にうまく避けてましたね。そうですね。それではあの左のなんていうんですかね、アッパーでしょうか、スイングというんでしょうか、脇腹を狙って、アッパーですね。アッパーですかね、で最初に当てて倒れたら、同じところをですね、全く同じところをもう一度感激しましてね。そうですね、誠にそのパンチの秘めた威力っていうんですか、目を見張らせるものがありますけれども、さっき石川さんのおっしゃった第1回の立ち上がり、いわゆる原田選手のダッシュがどう過ごすといかんということでしょうね、まあ、そうですね。でそのジョフレもやはりですね、一昨年よりもちょっと体力に衰えが見えますからね、そのあるいは15ラウンドやっては不利だと、あるいは3回6回8回あたりに、その勝負をかけてくると、一気にノックアウトを目指してですね、猛撃するということも考えられますね。なるほど。ジョフレ選手はあの最近ですね、長いラウンドあんまりやってませんでしょ。やってませんですね。一番長いのが、まあ、12回ですか、ジョニー・ハミトン選手と11ラウンド終了ですね。そうですね、ハミトンの時ね、7回目の防衛をした時の試合ですけれども、まあ、ですからスタミナの問題と弱いであろうと言われている顎への攻撃ですね。そうですね、この辺をまあ、盛んに日本のファンはですね、チャンスと思っていらっしゃると思うんですよ、ね。ははまあなんですね、倒されることはですね、これやはりもう佐々木マネージャーも計算に入れてますからね。あ、そうですか。まあ、それをね、怖がったりね、それでひるんだらもうダメですね。なるほどね。両国国歌の吹奏でございます。欧米を垂れて国家を聞いておりました。ジョフレ選手の左側がお父さんで、右側がマネージャーのパッチェ・ネルソンさんであります。1センチを超えようかというひげを伸ばしましたファイティング原田、もちろん佐々木マネージャーが付き添っております。真鍋コミッショナーの試合開始の宣言。
真鍋コミッショナーの試合開始宣言にありましたように、両選手の計量は今朝10時に行われました。ジョフレは118パウンドリミットいっぱい、ファイティング原田は117パウンド4分の3、楽に計量を突破いたしました。両選手、いよいよこれからファン待望のバンタム級タイトルマッチが開始されます。そして日本の名古屋のチーフレフリーをいつも務めております加藤正夫、この3者によって判定されます今日のタイトルマッチであります。今バニーロスさんが注意を与えておりますが、石川さん、この人は過去に3つのタイトルを取ったという経歴を持っているそうですね。そうですね、1933年9月12日にですね、トニー・カンドレネを破ってライト級チャンピオン、はあ、ですぐ返上しましてね、ええ、その年の12月17日にサミー・フューラーに挑戦しまして、ジュニアウェルターのチャンピオン、はあ、で翌34年の5月28日にジミー・マクラーニング、この人も強かったんですがね、これを15ラウンドに KO しましてウェルターのチャンピオン、そして42年にですね、海兵隊入ってガダルカナル島ですね、あの激戦に参加しまして重傷を負いましてですね、それでまあ助かりましてね、現在に至っているんですかね。歴戦の勇者が今度はリングの上で、まあ、歴戦の選手をですね、裁くわけですね、まあトータルファイト82戦のですね、74勝4敗3分け1無判定、4敗ですが、KO されたことは一度もないんです。あ、そうですか、ね、で KO は24回やってますね。さて、無類のノックアウトパンチを持っておりますバンタム級の最強選手権者と言われておりますブラジルのエデル・ジョフレ、対しまして日本の期待を一身に担いました世界バンタム級1位ファイティング原田、これから第1回のゴングを待つところであります。超満員の名古屋の場内公園にございます愛知県体育館、今第1回のゴングが鳴りました。まずラッシュする原田、いきましたね、ひげぼうぼうです。原田ラッシュ、この先頭ですね。原田盛んに右左ワントゥーを振っております。ジョフレは左が主、よくご覧いただきたいと思いますが、ジョフレのガードは誠に硬く、しかもグローブから肘までが非常に長く感じられます。今ちょうどマイクロフォン真上のコーナーでございます。規約によりまして、白いトランクスのジョフレ、黒いトランクスの原田、筋肉隆々両選手、白コーナーの打ち合いです。今右、原田の右です。ジョフレが左、共に得意のパンチを出しますが、今右のアッパ、八百板さん、あのアッパですね、はいはい、そうですね、やはり怖いですね。ロープに追い詰めますのは原田、カウンターを狙おうというジョフレです。予想通りになりそうです。そうですね、やはり原田君1回目ラッシュしたですね。そうですね、これは当然やるべきですね。ははマダラシーグローブ、
真っ白なトランクス、エデル・ジョフレ、対しまして黒いトランクスの原田。今ちょっと左のジャブが当たりました。平常は柔和な顔をしておりますジョフレ、さすがにリング上鋭い目、この目が非常によく、なかなか相手のパンチを喫しません。原田の左、遠くにあって深追いしない、深追いしないこと、原田のラッシュ、ワンツー、原田の先制攻撃、もう一度に原田空振り。原田も警戒しながらワンツーを振っております。あれ打ち続けてすぐ離れるというのはいいですね。そうですね、その後アッパー来ますからね、はあはあ、やはり突きすぎるといけませんね、そうですね。今左は原田、右から入りましたがこれはダメでした。レフリーはバニーロスさん、ボディジョフレは踏み込みませんからね、右が届かないですね。なるほど、ジョフレはあのフットワークというのはあまり軽くありませんね。そうですね、今ボディ、あ、左アッパーがちょうど腹に当たりました。だいたいジョフレという選手はカウンターを打ってそれから攻める選手なんですね、はあはあ、ですから最初あまり出てこないんじゃないですか。原田の攻撃、原田が誠にこのラウンド第1ラウンドはうまく攻めております。これは大きすぎました。ダブルパンチ、左のジャブが出ます。ここでゴング、第1ラウンド原田強制、満場のファンを喜ばせながら終わりました。石川さん、5-4になりました、明らかなリードです。そうですか、八百田さんもそうですか、そうですね、やはり5-4ですね、はい。さて、これ赤コーナーのチャンピオンのエデル・ジョフレ、1936年3月26日生まれの29歳、49戦46勝、負けがなくて引き分け3つ、 KO が16回連続続いておりまして、タイトルマッチで8回防衛、全部 KO で遂げております。誠にハードパンチャーのジョフレ、対しまして原田は18年4月5日の生まれ、23歳であります。41戦38勝3敗、KO 勝ちが17ありまして、世界バンタム級の第1位であります。一番最近の試合は一昨年の9月26日にメキシコのホセメデル、この選手と対戦いたしまして、テクニカルノックアウト負け、それから例のバンコクでコーンに負けたのと、この2つが負けでございます。最近の負けはこの大きな試合ではこの2つ。第2ラウンド開始になりました。今度は左から出ましたジョフレ、第1ラウンド原田攻めては下がり、原田選手なんか目を切ったんじゃないですか、ちょっと左の目の上、そうですね、そうですね、左のアッパーカット、あれが狩猟に効くんですよね。そうらしいですね、今度は原田が左、今度は右、原田左右を振っております。1回目うまく左右を振りながら攻めてすぐ下がっております。原田うまい試合運びで第1ラウンド 5-4 と取りました。石川さんの採点でやります。第2ラウンド開始して、またロープに追いすがる原田、左右を振っております。ジョフレの左のフックが非常に大きいですね。大きいですね、大きいですね、何かスイングみたいになりますね、原田うまく攻めました、左右を振っております。このところまた原田の構成、左のストレート、ジョフレまだ的確なパンチが出ません。おっと左のボディ、これが危ないです、青木が倒されましたのは左のアッパーガット、これが2発入ったのでありますが、第2ラウンドジョフレが左を出しました。ちょっとジョフレ手こずってる様子ですね。あ、また左のボディ、原田、あ、右当たりました、今度は原田がアッパーガット、当たりましたね、ダブルパンチ、原田スタミナよく攻勢、攻勢に出ております。しかしあまりきつすぎますとカウンターが危ない、おっと相打ち、原田の先方、なかなか現在まではよく手が出ております。1回で脅かしといて、2回はあんまりラッシュしないですね、はあはあ、
やはりジョフレの方もですね、3回ぐらいまでは様子を見ておいて、その後でしょうね。でもね、こんなに手を出すことないですね。あ、そうですか。やはり攻められるからですね、やはりその出ざるを得ないという形ですね。ちょっと話には聞いていたけれども、原田のラッシュというのはこれほど手数が出るかというのを初めて知ったわけでしょうかね。誠に原田、うまい試合運びで、第1ラウンドは第2ラウンド、おっと今度は右が当たりました。ジョフレの右、原田の顔が赤くなりました。ジョフレが攻勢に出ております。原田、右の左の目のまぶたのところ、やや切っております。これ切ったのじゃなく、鼻血がついたのと違いますか？あ、そうですか。はい、あの原田は公開練習の時にも鼻血を出しました。ここでゴングでやります。第2ラウンド終わりました。このラウンドは石川さんは5対5、八百板さんも、これですね、今ジョフレが中盤にですね、ライトのストレートを打って一瞬原田君ガキッとしたんですよ。これからの攻撃っていうのはジョフレが非常によく、そうですか、あれしてますからね、打ってますから、はいはい。第3ラウンドに入りました。さあこのラウンド、愛知県体育館、このラウンドですか？警戒しないとね、はあ、29歳のジョフレと23歳の原田、1回2回は原田の攻めて下がるといううまい戦法でジョフレあまり打てませんでした。いきなり右から出ましたジョフレ。石川さん、やっぱりちょっと攻勢に出ましたね。右、大方の予想ではジョフレが1回2回を見て3回あたりからその得意の強いパンチをボディに上手だろうということが言われておりますが、このラウンド原田離れてますね。そうですね、懸命な作戦ですね。ジョフレがライトストレートを打つというのは珍しいんですよね。そうです、やはりレフトを打とうとするんでライトを打つんじゃないかなと思うんです。ああ、なるほど、はい、ライトが前哨戦になって、そうですね、レフトのアッパーで決めようというんじゃないですか。ははそう、誘う、ね、そうですね、形ですね。そうですか、今の左はうまくガードしました原田。また右から入りますジョフレ。しかしなかなか原田が手が出ますので、ジョフレ得意の左アッパーカットはなかなか出てまいりません。今度は原田の安定です。赤のコーナーに詰まりましたジョフレ。右のボディ逆転と言われております。ジョフレの思いはまだヒットいたしませんが、手数は原田十分出しております。レフリーバニーロス、白髪がライトにきれいに光っておりますリング上。3ラウンドに入りました世界バンタム級タイトルマッチ、ジョフレと原田。1回は原田やや優勢、2回互角、そして3回目ジョフレ攻勢に出ましたが、原田よく離れましてジョフレのその左を避けております。あまりチャンスはありませんねジョフレ今のところ、ありませんですね。そうですね、それはうまく足使ってますしね、あのライトのストレートね、まあ、そう強くない仕方当たってますよ。やはり相手が腹を打ってくるからうんと腹を打つという作戦も考えられるんじゃないですか、ね、なるほどね、はい。まあ、あの連大寺の佐々木亮でやってるようにやってますね、なるほど、それが出てますね。そうですか、1日20ラウンドのスパーリングを連大寺、西の下田に近い連大寺ではトレーニングを積んでおりました原田。おっと右の服、今度は左の服ジョフレ、ようやくすごいパンチが両選手とも出てまいりました。満場を沸かせる打ち合いです。まもなく第3ラウンド終了。おっとアッパー空振り、おっと右の服が当たりました原田。ジョフレの痛烈な右服、ここでゴング第3ラウンド終了。負けてませんね原田。そうですかね、石川さんも八百板さんも5対5でございます。そうですね、5対5ですね。
なお今日は朝10時に両選手計量を行いましたが、原田はその計量の後、帰りの車の中で牛乳、生卵、蜂蜜をミックスいたしましたジュース、それから宿へ帰りましてからは牛肉のニンニク漬けとか一口カツ、あるいはメロン、イチゴのジュースなどを取っております。なお一方ジョフレの方は全くオフリミットでやりまして、分かりませんけれども徹底した菜食主義のジョフレ、もちろん牛すい、あるいは野菜類を取ったものと思われます。第4ラウンド最初からジョフレまた攻勢に出ました。大きな左、これは空振り、原田のステップバック好調であります。テクニシャンのジョフレがですね、ああいう大きな左フックを打ってそれを空振りするっていうのはですね、ちょっと信じられませんね。そうですか、原田 そのステップが速いっていうことが言えますか。ちょっとなんか焦りが見えてるような感じが受けますね。あ、そうですか、それが本物ならですね、勝つチャンスが出てきますね。そうですか、原田鼻血がちょっと見えておりますけれども、元気であります。ジョフレの真っ白なトランクスに血が一滴二滴垂れております。ジョフレがレフトを下げてますね、ガード、あれも本当の誘いなんですよ、引っかかっちゃいけないわけですね、そうですね、あれから打ってくるところレフトアッパー、レフト打っちゃうわけです。右に当たらない、少し浅かった、わっと左が当たりました。左のフックが痛烈に体の顔面に当たりました。相当両選手ともに顔面好調、汗びっしょりというところ、チャンスです。原田チャンス。ジョフレのガードが破れるかどうか。ジョフレがぶらついた。ジョフレがぶらついた。原田の攻撃。白のコーナーに詰まっております、ジョフレ。ダウン取ってもいいとも思いますが、ジョフレのガード破れますかね。誠に素晴らしい原田の右のヒットでありました。またドラフト当たりましたね。顎ですね、やっぱり。弱ってます。顎ですね。あ、もう反撃できませんよ。原田の猛烈な右が当たりました、ジョフレ弱りました。全くブロッキーでいいですね、ここで一部ならね、ジョフレが必ず反撃するんです。これはカウントですよね、できません、できません。八尾田さん、ジョフレがね、コーナーを見ましたね。カウントしていいですね、カウントですね、これは、まだしません。バニーロス、原田チャンスであります。あと20数秒、体もちょっとここで一呼吸を置いてしまいました。チャンスであります。しかしチャンス。アッパーもう一回当たりました。右のアッパーカット。右の服左右に当たっております。満場騒然。誠に体の見事なラッシュであります。時間がほとんどなくなってまいりました。あと一桁の秒数になりました。第4ラウンド。第4ラウンド、体は誠に見事な調整。石川さんが5対3と採点しました。大変な応援でございます。まあ、原田の構成を見たファンとしては我慢できませんね。そうですね。しかし綺麗な右が当たりましたね、3発。そしてロープへグラグラッとして、これ練習に見せないライトアッパー打ったですね。そうですね。さあ、ジョフレ立ち直ったかどうか。原田の強烈な右を喫しました。第4ラウンド危なく逃れましたジョフレですが、原田優勢のうちに第5ラウンドに入っております。右のフック弱いと言われるジョフレのあの第4ラウンドでは3発、右のアッパーカットが捉えました。原田つま先で立ってますね。はい、そうですね、このフットはこう忘れてはいけません、はい、ジョフレの硬いガードですが、バンタム級のチャンピオンになれるかどうか、原田大事な中盤であります。右から出ました、おっと右のフック、ジョフレの右のフックです。原田大きな左、得意の左が大きく出ましたがダメです。ジョフレちょっと疲労の気配です。寄りかかってますね。そうですね、右のボディ、ここで当たりました。当たりました。相当効いてますか。
悪魔の効いたようですね。そうですね、おそらくジョシュエルとしてはああいうボデーを今まで受けたことないでしょう。はははは。そして原田はですね、今度は下がらずにクリンチしていくと、うまい作戦ですね。ああそうですか。うんと離れるかうんとクリンチしちゃうかですからね。中間距離にいると危ないですね、はい、おっと大きな左の服、これは空振り。おっと顎やアッパが当たりました。当たりましたけどね。ジョシュエルのアッパが原田の顎を捉えました。顎、原田顎に一発喫しました。ジョフレの右の左右、今度は顔面を捉えました。ジョフレちょっと優勢です。第4ラウンドのチャンスを逸しました原田。今度はジョフレ立ち直りました。ジョフレがチャンスを見出しました。チャンスですね、しかも打ってますね。左もう一回アッパーカット、これが危ない。危なく鼻程度に済みました。あれを顎に効きしますと原田といえども止まりません。このラウンドは完全にペースがちょっとヨフレの方に移った感じでやります。ヨフレました。おっと原田がつきました、右を効きしました。先ほど離れないといけませんね、離れないと。ちょっと離れました原田。ジョフレの左、右、当たっております。ああ危ないところ、あと15秒、ね、原田危ない。今度は原田がよらつきました。ああ打たれましたね。左右が当たりました。原田鼻血がいっぱい出てまいりました。大きなバーカット、原田よく頑張っております。ようやくゴング、危ないところです。原田コーナーを間違えました。原田がコーナーを間違えました。原田相当のダメージを受けました。危なく足がよろめきました原田でありますが、かろうじてボングに救われたといった感じでありました。ただいまのラウンドであります。原田君もう少し離れた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。そうですか、やはり相手の射程距離に入っておりますからね、レフトのアッパーでもあのライトのストレートでも当たるんじゃないですか。ああそうですか、はい、第6ラウンド開始であります。1分間の休憩は原田にどのような成績を与えましたか。すでにジョフレのトランクスは血が滴り落ちて赤くなっております。第4ラウンド原田の優勢のラウンド、第5ラウンドジョフレ優勢、ともに石川さんは 5-3 と採点をされましたが、第1ラウンドやや原田優勢ということ。今第6ラウンドに入っております。原田が警戒しなければいけない中盤に入ってまいりました。ジョフレは続けてね、このラウンドも猛攻するかと思いましたが、ちょっと一息入れてますね。そうですか、やはりあれも一生懸命だったわけですね。そうでしょうね、何かジョフレとしては倒せるなんていう気があったんじゃないですかね、さっきの5回のラウンドに。今度はまたジョフレが左右を振りました。原田クリンチワークに逃れております。原田が今度は右のアッパーを振りましたが空振り。ジョフレの硬いガードを崩せません。4ラウンド、5ラウンド、原田、ジョフレ交互に非常な見事なヒットを見せましたが、このラウンドはやや小康状態。短いヒットであります。原田何の声援か分かりませんが、場内は騒然としております。まあ、本当に両選手ともこのラウンドは一休みといった格好ですね。スピードのあるパンチがあまり出ません。ようやくここで原田が出しましたが、ジョフレもこれも応戦。おっとボディに左、ジョフレが左の目が切ったですか。なんか気にしてますね、左の目の目尻の横ですかね、赤くなっておりますが、果たして切っておりますかどうか。爪を生やしました原田。ジョフレの左、もう一回
カバーしてますね、原田、はあはあ、ブロックしてます。今度は原田のワンツーです。このクリンチワークは原田作戦でしょうね。ええ、そうです。今のロープの攻め方ですよね、あれは非常に怖いんですよね。そうですか、はい、5学のうちに6ラウンドを終了いたしました。去年の10月に出来上がりました新しい体育館、名古屋市の名古屋城の城内公園の中にございまして、これだけたくさんのお客さんも呼んだ興行は初めてと言われておりますが、今日は1万あるいはそれを超えているかもしれません。世界バンタム級タイトルマッチ、ジョフレに対抗する挑戦者原田、好試合を見せまして第7ラウンドに入りました。川さん、この辺りからですね、原田が警戒しなければいけない点はどういう点でしょうか。やはりですね、まあ、先ほども申しましたように足を止めないことですね。そうしますとちょうどいい距離に行かないこと、そういうことですね。そうですね、やはりジョルフでは狙ってくるんじゃないですかね。あ、一発をですか。相当ステップの幅は大きい原田でありますが、一度はジョフレを第4ラウンドクロッキーまで押し込みました。しかし逃げられてしまいました。逆に第5ラウンド、今度はジョフレが誠に見事なヒットを放ちました。ともに4ラウンド、5ラウンドで 5-3 というポイントを挙げております。今度はリンのアップを送りました。原田ですね、空振り、今度は左のダブルパンチ、右のフック、ボディにストレートで、右のストレートを磨いました原田。おっと、パーカット、危ないところ。今度は右です。この回はジョフレ、右のアッパーを見せます。やっぱり5回にですね、倒しとくなってから7回あたり、やはりちょっとね、チャンスと見たらやってきますよ。またアッパー、盛んにアッパーを振ります。原田、作戦的にはこのところ盛んにクリンチワークを使っております。右のアッパーカット、しかしジョフレはさすがにうまく打った後すぐガードを固くいたします。大きなアッパーカット、これははっきり分かりました。今のダックはきれい。ジョフレは下がりながらコーナーを見ておりますね。ジョフレコーナーを見るっていうのはね、何かいつもの相手と違うなといったところでしょうかね。原田のボディー攻撃、今度は顔面、ジョフレのワンツーですが、原田はうまくまた逃げております。ちょっと6回7回は互いにパンチが出しますけれども、4回5回のヒットは出ませんで、あと15秒少々です。ちょっと疲労気味か原田、ジョフレも決して悠々たる表情ではありません。あのロープ際、八百板さんの警戒しろというところです。ゴング、第7ラウンド終了いたしました。このラウンドも5対5であります。
勝手ネルソンマネージャー、それからお父さんが盛んにジョフレを解放しております。冷房はもちろん入っておりますけれども、この1万という大入場者ムンムンとしておりますので、熱気はかなり上がっております。さすがのレフリーバニーロスさんも汗を吹き吹き、いよいよ第8ラウンド中盤に入りました。前後半の分かれ目です。左のフックと右のアッパー、体の構成ですね。しかしロフの右も当たりました。このロープ際が体をうまく攻めないと危険であります。体としてはボディを打ちながら木を見てジョフレの顎を狙いたいところでしょう。ジョフレの左ボディを狙っております。おっと当たりました。今ちょうど原田のコーナーですが、セコンドの声はほとんど聞こえないのではないかと思われます。それほどワーンといった歓声が強く、ジョフレのショートパンチ、ジョフレ前進してますね。そうですね、やはりこの回にチャンスを満たそうとしてますね。しかし目は非常に鋭く、しっかりと原田の動きを見ております。左、相当このパンチは遠くから見ましても威力がありそうです。原田の右アッパー、ややショートブローであります。右のフック、これは当たりました。ジョフレのアッパーカットに対しまして、原田フックを右から放ちました。右のアッパー、左のフック、これは空振り。ロープに渡すな、ええ、やや両選手ともちょうど真ん中8回に参りまして、時々パンチが緩んでおります。成果も込めます世界タイトルマッチ、両者とも顔面真っ赤、汗と血と、そしてコーナーに入りまして水を浴びます両選手、できる限りの力を出します世界タイトルマッチ。1万余りの大観衆をしっかり魅了しております。なかなか良い試合を展開する両選手。原田の右のアッパー、もう1回、これは空振り。ゴング、第8ラウンド終了いたしました。このところずっと5対5が続いております。こちらは原田のコーナーでありますが、しっかりひげぼうぼうの原田、佐々木会長から注意を受けました。石川さん、はい、ジョフレの方はパッチネルソンですね、非常に険しい表情でもって解放しておりましたね。だいぶ予想と違ったんでしょうかね。そうでしょうね。こんな体がですね、こんなにその強く抵抗するとは思ってなかったですよね。とにかく8回の防衛を全部ノックアウト待ちしておりますジョフレ。あっとジョフレの強烈に原田の顔面を捉えました。カウンター気味であります。ちょっと効いたパンチでありましょう。両選手と同じようにバニードスレフリーも真っ赤な顔でやります。原田の左、もう一回左、
右のボディ攻撃、もう一回右のストレートボディですね。そうですね、うん、非常に派手に振られましたので満場騒然ですが、あまりダメージはないようです。4回5回は互いに危ないことが1回ずつございました。しかしその後は両選手ともに相手をよく見まして小康状態を保っております。打ち合い、非常に大きな右から入ってまいりましたジョフレですが、原田クリンチに逃れました。今度は原田の右からの攻撃もダメ、まあ、公開練習もそうですけれども、ジョフレがあまりにですねガードパンチをですね練習で見せませんでしたですね。原田の方はまあ一生懸命のトレーニングでコンディションを持ってきたんですけれども、ジョフレの方はどちらかというと今までの出来が良すぎたん で、 そうです、今日の原田はですね、わずかながらですね、自分で倒せるという気持ちがあったんじゃないですかね。大いにあったでしょうね。そうでしょうね。右の服、うまく避けました原田。誠に原田、上手に戦っております。八尾板さん、あれだけ原田動いていればですね、はいはい、まともにパンチを食うことはないですからね。そうですね。やはり止まった時が怖いだけですね。あとこの9ラウンドも20秒足らず、1回左を振りましてクリンチに持ち込みました原田。ややジョフレの手が出なくなりました。第9ラウンドもあとわずか、ようやく左のアッパー、これは当たりません。原田よくブロックしました。ドン、真っ赤な顔で帰りますジョフレであります。9ラウンド石川さん、やはり5対5と採点されております。さていよいよ10回ですけれども、石川さん、はい、第1回の防衛をですね、はい、イタリアのロロ選手でやりまして、はい、この時10回で倒してますね、はいはい、それから3回目4回目と10回が多いんですね、10回が2度、まあ、僕も10回ですからね、そうですね、はい、やはりこうそういうことを聞きますと危険なラウンドと思わなきゃなりませんけど、そうですね、はい、やはりボテを打ってきたのが効いてくるんですよね。ああそうですか。ジョフレ攻勢に出ました。やっぱり11ラウンド以後になったらフルトを見てますね。ああそうですか、スタミナの関係でジョフレはこのラウンド勝負をかけますかどうか。原田が今右から入りましたがダメです。まあ、前のラウンドもですね、原田に1点やりたいくらいでしたけどね、もうちょっとですね、あの右のストレートボディ当たってましたから ね、あれはもう 2,3 発当たれば完全にリードしてましたけどね。誠に6回以後というものは僅少差でやりまして、互いに見事なパンチというのは出ておりません。右の服、まあ、今度は原田のボディ、何かジョフレがシフトするような格好しておりますね。ああ足は重いですね、足は重いですからね、原田が足さえ動かしていれば、そうまともに食らえませんですよ。なるほど、やはり問題は原田のフットワークであります。原田の左右の服、やはりジョフレよりも原田の方が構成は取っております。右のアッパーカット、もう一回今度は左、やや立ち寄りましたジョフレでやりますが、おお空振り、非常に大きな左、あれが ね空振りになるっていうことがですね、もうジョフレはですね踏み込んでないわけですね。おかしいですよ、あれはことごとく当たっらなきゃならないんですが ね左の足が出ませんで空振りが2度ほど見えましたジョフロ。
今度は原田の左ですが、これは浅かったようです。ブロックしてます。非常にこの両選手の成功に尽くしました試合は3分が経つのが早い感じがいたします。もうこの10ラウンドも30秒程度。原田なかなかうまく足を使っております。いいですね今のところ、イタリアのピエロ・ドロ、それからイギリスのゴールドゴー、アメリカのマーキエスといずれも10ラウンドで KO で倒しております。ジョフレでありますので第10ラウンド原田やや警戒かと思われましたが、このラウンド原田うまいフットワークを見せました。第10ラウンド終了いたします。14です。そうですか、石川さんは原田にポイントを与えました。八百板さんいかがですか。僕はゴーフォートみたいですね。ああそうですか、石川さんのその原田のワンポイントどういう点でしょう。ワンツーからですね、左ジャブ当たってワンツーから、そして右のアッパーごと、これはポイントになったと思いますね。そうですか。早くも10回を終了いたしました。現在のところでは4回と5回に両選手とも5対3というラウンドを取っておりまして、あと手元の石川さんの採点では1ラウンド10ラウンドが原田ワンポイントリードといった感じ、八百板さんは1ラウンド原田リードといったところです。非常に接近しております。はっきりした見事なパンチが欲しいところ。ほとんど駆け足で飛び出しました原田。まあ、私の予想ではですね、10回まで、大してポイントを取られずに、持ってこられたら11回から原田が若さに物を言わせてですね、ラッシュして勝てるんじゃないかっていう私の予想ですね。そうですか、石川さんは戦前の予想はここまで来れば五分と五分ということをおっしゃってましたけれども、反転すれば原田絶対有利ということを言ってらっしゃいましたね。そうですよね。まあジョフレも去るものですからね、まあ、とにかく原田、足を忘れないで一発パンチを警戒すれば、あるいはこのままジョフレを圧倒することができると思われますが、今またジョフレ得意の左のアッパー。ジョフレはかかとをつけ、原田はつま先出し、まことに軽いフットワークであります。昨日の記者会見ではジョフレはリングに上がってみないと作戦はわからないということを言っておりまして、悠々としておりました。しかし今日は第1回からの原田の見事なフットワーク並びに鋭いスピードのあるパンチにはちょっとびっくりした感じがいたしまして、戸惑っているという表情がありありと見えています。左のストレート、原田チャンス狙ってますね。そうですね、ラッシュの、リングの下では笹崎会長が手を挙げたりジェスチャーを作ったりして原田にアドバイスをしておりますが、この歓声では全く聞こえないと思われます。ジョフェの右が当たりました。左原田苦笑い。右から来ましたがダメでした。ジョフレは右から入りました。今度は左を下げて右を狙うか。原田の左のジャブ、ジョフレの右のフック、ともにわずかに当たりました。原田がラッシュしすぎてカウンターを喫したら危ないと言われましたけれども、その点考えました。原田誠に綺麗なフットワークを見せております。がむしゃらの突進がないだけ非常にジョフレとしても攻めにくいところです。そうですね、そうですね、あのメデルとやった時はもうただがむしゃらでしたからね、餌食になりましたけど、今日の原田は実によく、このラウンドまた5対5で終わりました。ご覧のように必勝ファイティング原田東京地区という字が見えておりまして、東京から原田選手の応援団
うちわを持ちまして大変な声援でございます。しかしこれだけの試合を原田が見せてですね、しかも判定でこれもし勝ったら応援団の喜びは大変でしょうね。そうですね。また先に出ました。原田いきなり右、ジョフレとして初めての12ラウンドですね。そうですね、マッチで。ジョニー・ハミトと第7回の防衛戦に成功したジョフレは11回終了テクニカルノックアウトに勝っておりますが、12回に入りましたのは過去8回1回もございません。原田が初めて持ち込んでまいりました。原田の左右、ジョフレも決して主勢ではありませんけれども、原田の攻撃が早く、原田の左がちょっとローブローですかね。顔をしかめましたジョフレですが、マニーロスレフリーまだ注意は与えておりません。興味が当たりましたジョフレ、そのぐらつきませんから効いてないんですね。そうですね、ね、左のジャブがよく出ています。ジョフレは攻めあぐんでますね。そうですね、何かひかめっ面してますね。原田がチャンスの場面をつかむかどうか。12ラウンド、おっとロープへ今度は原田詰まりましたが、ここで左右を振っております。ジョフレロープへ詰まった、しかしあまり当たっておりません。笹崎会長が攻めろ攻めろとジェスチャーを見せました。しかしジョフレよく頑張っております。ロープウィアなんてどっちがチャンピオンなのか分かりませんね。こちら側は原田のロープであります。原田の青コーナー、左の今原田の顔面を捉えました。木を見てジョフレの左が出ました。今度は原田下がりながら左、本当にたびたびジョフレは赤コーナーカツネルソンマネージャーの方を見ております。戸惑い気味といった感じが表情に見えます。原田のワントゥーですがジョフレも応戦、ほとんど時間がありません。12ラウンド、12ラウンド終了いたしました。このラウンドまた石川さんが5対5の採点でございます。原田はですね、はい、昨日は 2,3 時間しか寝ないんだそうですけれども、いつもの通りだそうですね。そうです。そして昼寝をして、6時半に今この体育館に参りました。一方のジョフレの方は遅れましてね、7時5分過ぎぐらいなんですね。それでまあバンテージは互いに15分頃巻いたんですけれども、原田がその非常に落ち着いているので、佐々木会長は安心したということを言っていらっしゃいましたけども、なんか原田あの佐々木会長の方が少しね興奮してたような逆にね控室ではね。まあ原田は普段よりもリングに上がった方が闘志が出る選手であります、そこを期待している佐々木会長でありますが、試合前は原田の方が落ち着きがあったと佐々木さんが言っておりました。この回あたり原田にとってほしいところですね。そうですね、的確なポイントが欲しいですね。今のところ4ラウンドと5ラウンドの両者の猛烈なパンチが相手をぐらつかせましたが、それ以外はあまり
はっきりしたパンチが出ません、両選手。まあ、そうなると構成というのがポイントになりますからね。構成の点では原田ですね。構成がポイントに。またワントゥー、左右を振っております、原田。しかしジョフレの非常に硬いガード。背を丸めまして、長い腕をしっかり隠しました。顔面を隠しました、ジョフレ。原田打てませんでした。今度はジョフレ、右のストレート。原田の左のジャブ。終わったところへ原田の、右に入りました、そういうのは逆ですよね、そうですね、ジョフレがそういうシーンを見せると、原田の足に対してジョフレがカウンターを一発かますという予想でしたけども、原田の左、ジョフレのワンツーですが、これはダメです。誠に両選手力限り左右のパンチを出しますが、なかなか的確に捉えられません。汗びっしょり、そしてコーナーに帰りまして頭から水をかぶっております両選手。パンチがびっしょり。ジョフレの真っ白のトランクス、薄桃色に濡れております。ブロックしてますね。そうですね、よくブロックしてますね。今度は原田ロープに詰まりました。うまいクリンチマークに飲まれました。今度はジョフレ接近戦で短いパンチを出しておりますが、原田うまくこれを避けました。ロープにジョフレは詰まっておりますけれども、なかなか原田としてもいいパンチが出ません。うまいですね、打たせません、おっとゴングが鳴ったところでジョフレの耳が当たりました。手を挙げて両者分かれました。このラウンドまた互角でやります。ご覧の通りカツネルソンマネージャーが盛んにジョフレの左の手を楽にさせております。石川さん、こうなりますとですね、まあ、判定に行く可能性が強くなりましたけれども、原田が勝つためにはもう少しはっきりしたパンチが欲しいですね。そうですね、この14、15をリードしてですね、思い切ってラッシュしてリードしないとね。ちょっとこの14回というのは鍵になるんじゃないですかね。そうですか。今原田が攻勢に出ました。しかしジョフレうまくブロックしております。リングサイドからは盛んに原田にアドバイスが飛んでおりますけれども、原田すでに顔面は真っ赤、髭だけが誠にはっきりと見えております。ジョフレの左のアッパー、今度は原田の左。7回から8回この辺で両者の KO があるのではないかという予想がありましたけれども、両選手転倒いたしました。ついに14ラウンド。おっと今のは引っ掛けたんですね。引っ掛けましたね、場内でもスリップと発表になっております。左で引っ掛けた。清くまた両者グローブを合わせました。右のフックが当たりました。体の右フック、女性の右のフック。体スタミナはまだ十分のようです。あれで原田が休まないからいいんですね。そうです。動き詰め、動きに動き、そしてよく手を出しております。女性の右フック、もう一回女性の左が当たろうとしたところで原田クリンチワークに逃れました。右を振りましたが、これは空振り。ジョフレ、しかしパンチは入りません。なかなかジョフレのガードは定評通り硬く、右のアッパーカット、ジョフレはアッパーカット、原田はフックでやりますがクリアしておりません。右のフック、もう一回
ちょっとフックが浅いんですよね。そうですね、浅いようですね、はい、大きな右ですが、これもあまりはっきり当たっておりません。広瀬光成、大きな空振り、非常に大きいですね、パンチ、ね、あ、バッター当たりました。当たったですね。体はちょっとぐらついた、しかし光成です。3回第4ラウンド決めました。同じロープには原田のワンツーですが、玉露よく逃れました。今度は原田の左から入りますが、玉露のアッパーカット。16ラウンド後半、やや玉露強制で原田の足に疲れが見えました。しかしほとんど時間はありません。16ラウンド終了、とうとう最後のラウンドに乗ってまいりました。さあ石川さん、最終ラウンドですから両者とも視力を指絞ってやると思うんですけれども、まだまだ彼としては勝ち目は薄いですね。そうですね、今取られましたからね、最後ですね、やっぱりジョフレはもう失してきますからね、ここでジョフレのキャリアがものを言うと、今のところ石川さんは1ラウンド10ラウンドが原田5-4ですね、それから14ラウンドジョフレの5-4、それから4ラウンド5ラウンドが両者互いに5-3で、これは相殺されますが、ね、ほんのわずかな差ですね。八百田さんもそんな程度ですか。そうですね、一点何が原田の方がいいような気がしますね。あ、そうですか。本当の微差じゃないんですかね。微差ですね、判定は難しいですね。難しいですね。さあ最終ラウンド、ワニーロスレフリーがリング中央で柏手を打って両者を合わせます。さああと残された3分、右から出ましたジョフレ、原田が左、ここで有効なポイントが出ますと非常に有利になってまいります。誠にいい試合を見せてまいりました両選手。原田のワンツー、猛烈なラッシュ、トーンを倒しました。あのラッシュ戦法であります。原田ラッシュすればいいですね、もう一回非常に際どい試合になりました。原田選手権を取ることができるか、ジョフレ防衛9度目がなるか、誠に際どい勝負になっております。15ラウンド最終ラウンドであります。1分1分が惜しい感じ。原田の左、ジョフレちょっと足をぐらつかせましたが、これはあまり効いてないようであります。原田適当な距離を取ります。大事な最終ラウンド、両者の右ですが踏み込みがありません。原田の左、ジョフレのいいパンチが当たるのは回の後半なんですよね、はあはあ、原田君ずいぶん助かってるんじゃないですかね。あ、そうですか。今ちょうど1分半ぐらいですけれども、これからね、ジョフレがさっきからまあ見てるんですけど、後半に当たるんですよね、はあはあ、今右が当たりました原田。しかし本当に回転する方もわずかの差でありますので、難しい勝負であります。第15ラウンド、原田の左の攻勢、今度はジョフレが逃れました。満場は大変です。大いに沸かせます。原田のラッシュ、原田のラッシュです。わずかに足りません。あと1分終わりました。右のフック、原田左のストレート、ジョフレの右、誠に大変な歓声です。すごいですね、この歓声は。ジョフレ疲れてますね。疲れてますね。原田もですね、徹底的な攻撃が、猛烈なラッシュをいたします原田ですが、パンチとしてはあまり当たっておりません。当たってませんね。ジョフレのアッパーカット空振り。15ラウンド両者よく戦いました。残されましたあと16秒、こうなりますとバニーロスレフリーも両者を分けるのに汗びっしょりであります。胸のあたり真っ赤、返り血を浴びておりますレフリーのロスさん、時間がありません。ゴングが鳴りました。強く見事に戦い終わりました両選手。チャンピオンエデル・ジョフレ、挑戦者ファイティング原田、肩を抱き合っております。
さあ反転が大変に難しいところ、石川さんは5-3、5-3、5-3が4回5回両者にありまして、1回と10回がジョフレ、原田14回がジョフレでありまして、原田の57、ジョフレの56となっておりますが、八百板さんどうですか。先ほどの段もそうですけどね、外人の方たち の、 そのレフリージャッジが果たしてどれぐらいの点を取れるか、ね、まあ、これはダウンには取ってないですけどね、はははは、お互いに、まあ、4回5回と同じですからね、まあ、お互いの点だろうと思いますけどね、その後の微妙なその何時を取ってくれるかどうかですね。そうですね、まあ、三者三様なら引き分けでですね、やっぱりタイトル防衛と、そうですね、ことも考えられますしね。まあ、このマイクロフォンサイトでは、まあ、差があまりないのでね、非常に判定が難しいということだけは言えますね。戦い終わって今度は原田のコーナーに参りました。ジョフレであります。数々のトロフィー商品がリング上に挙げられております。真鍋コミッショナーもリングの中央に出ました。今慎重にレフリーバニーロスさん、ジャッジジェイ・エジソンさん、日本の加藤正夫さん、この3社のジャッジペーパーが集計されております。原田の応援団に手を挙げました原田ですが、戦い終わってもまだ判定が出ますまで複雑な気持ちでありましょう。アメリカのプロモーターでありますジョージ・パーナス氏が出てまいりました。大変な騒ぎであります。石川さん、はい、何もわかりませんね。まあね、